はい、こんにちは。サイネージ本光です。以前僕、だいぶ前なんだけど、紹介した、ハードオフで購入した、ペンタックスの KX っていう、一眼レフのカメラ、今回ね、手放すことになりました。ツイキャスなんかではね、プレゼント企画っていうことであげようと思ったんですけど、ぶっちゃけ YouTuber にはちょっとあんま向かないカメラなんで、もうちょっと YouTuber に向くようなカメラをプレゼント企画ではプレゼントしようと思って、その一眼レフはね、ちょっとフリマアプリにかけちゃいました。出しちゃいました。そして、出品してからね、約30分ぐらいで、売れましたね。で、入金もされて、もう速攻発送してきました。ハードオフで確かね、付属品込みで、いくらだっけな、1万円弱ぐらい、9800円とか、それぐらいで購入したやつなんですよ。いろいろ思い出はありますね。初めてのこういうね、本格的なカメラでね、いろいろもうフィギュアばっか撮ってましたね。フィギュアとかおもちゃとか。YouTube の動画にもいくつか使ったんですけども、ね、ちょっと、でも、売れてよかったです。1万1000円入るっていうのはね、ああ、言っちゃった。1万1000円で売れたんですよ。9800円で買ったんだけど。1万1000円ね、収入があるっていうのはね、助かるんで、それでまた新しいカメラを買おうと思います。はい。というのが一つ報告なんですよ。はい。ということでね、僕のカメラコレクション1個減りました。でね、もう一つは、今撮ってるカメラ、どうですか？こう、やっぱ画質いいよね。後ろボケてるしね。一眼レフじゃないや、ミラーレス一眼のソニーの NEX5R で撮ってますね。NEX5R については、もう、YouTube で検索すると、瀬戸康史とか、カジチャンネルとかが紹介してるから、もうそれ見ればもう絶対欲しくなる。で、今回ね、NX5R に付属していた、今 NX5R で撮ってるんだけど、付属していたこのソニーのネックストラップをつけました。この前動物園で写真撮ってきた時に、ネックストラップなしでこう持ってたんだけど、ずっと持ってるから、もう別に首からかけといた方が、手滑らした時とかに、被害が少なく済むかなと思って。こういう風にね、iPhone みたいに割れたら嫌なんでね、はい。バキバキにね、割れたりすると結構壊れるんでね。はい。ちなみにね、このぴったりサイズのね、布も、さっきね、NX5R の箱見たら入ってたんで、あ、これに入れりゃいいじゃんと思って、はい、やってます。そしてね、NX5R は普段ね、このカメラバッグに入れて、カメラバッグをバッグに入れて、持ち運んだりしてます。もしくはこのカメラバッグに、ここにこうね、ショルダーバッグの紐があるんだけど、それつけて、このまま持ってって、カメラ、自家入れしてます。なかなかこれがね、いいサイズで、デザインも悪くなくて、これで一回ナンパにも行きました。はい。そんな感じですね。はい。ということで、今回はカメラの話なんですけど、またね、ちょっとね、今ね、防水カメラ、防水防塵カメラ、対衝撃カメラみたいなのをね、昔持ってたんですけど、もう売っちゃって、それはね、普段使いっていうよりも、ほんとそういうなんか、映像作品を撮りたいなと思って、ちょっと今買おうと思ってます。そのために今回カメラ1台売ったんですけどね。はい。ということでね、プレゼント企画の方もね、いずれやるんでね、ジャンクスマホとか、もうあげようかなと思ってます。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ちなみにね、NX5R で撮影した動画のがね、前ね、AVHC だっけな、そんな感じのなんか、うるさい、ブラインドがうるさい。なんか AVAC だっけ ?AVHC だっけ ?AVHC と、そういうね、なんか、タイプの、に、ロなんかタイプで録画されてたから、マイムービーで編集がめっちゃ重かったの。でも、MP4 で撮るように設定したら、めっちゃマイムービーで、軽く、サク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 って編集できるようになったんで、この動画もね、一番最初の空白の部分ぐらいは切って、で、BGM 乗せて、エンディングつけて、バーンとすぐね、アップしようと思います。ってことで、今日はね、多分もう一本ぐらい動画アップするんでね、よろしく。Please subscribe.